お疲れちゃんスラップです。今日はですね、こちらキョスケクローン文句マザニクバージョンをね作ってみたので、こちらやっていこうと思います。さあ、まあ今の環境ね、フェニモンが流行ってますので、そこに対しての対策としてね、マザニクザッピー入れつつの、まあスケバリギャング、入れてクローンというわけでやっていきます。まあシンプルにね、キョスケザッピースケバリクローンとか組むだけでも強いんですけど、まあ文句の上っていうのか、文句とスケバレが同サイドにいるとマジで強いです。はい、やっぱスケバレの落下に対して、まあ、ウッドだったりタルババが来ると思うんですけど、もうそこを文句で跳ね返せばもう無敵だよねっていう。なんならタルババが俺の味方になって、なんか相手のプリンタワーの背中殴ってるみたいな、ちょっと面白い絵もね見せれたら熱いなと思いながらの、にゃーバゲモンが来ましたよ。助けてください。これはね守れないです。なぜならキョスケがいないんで、思いながら矢の雨を跳ね返すが、ゴブリン残るは1体だけ。よいしょ。いやでも意外とさ、タワーが残ったのは結構熱いんじゃないでしょうか。さあ、ちょっと残したい残したい残したい。あのキョスケもうちょっと残ってほしいな。さあ、すんごい残ったんで矢の雨も使ったでしょ。スケバレも行って、行けるとマジアツバリアツ、いけ、これきついっしょ。はい、ヤナメもないし、このスケバレまだザッピーのこのクローンもなんかね美しいね。横一列こんな綺麗に並べるんだ君たちっていう。さあ、豚も頑張ってて、いやいいですよ。これやっぱね、環境対策のザッピーっていうのがね、ワンパンチ重要ですね。だからザッピーないと守れないマジで。まあ施設とか、まああと呪文構成によってはあるかもしれないんですけど、まあ、今のこのフェニモン環境ね、まあ、ザッピーだったりフェニモン、ザッピーを入れるかもうフェニモン入れるかですよ。じゃないとね、個人的に守るのはなかなか難易度が高いと感じてますので、ザッピー入れました。はい、でまあ、マザネクなんですけど、なんかこのデッキって小物が少ないので、やっぱコウモリとかスケブが欲しくなるみたいながちょっとあるんですよ。そうなんで、どうしてもね小物をいっぱいクローンしたいよって方はマザネクをコウモリにしてくださいとか、まあどっちでもいいと思うんですけど、まあ、コウモリだとよりワチャワチャになってね、おもろい、刺さるときはバカ刺されます。まあでもフェニックスに対してそこまで優秀じゃないっていうのと、スケラっすね。今の環境、まあエリゴレもゴレも、まあエリゴレもエリジェイも、まあ、ロイフグとかディガポイとかいろいろいる中でスケラが多いね。あいついつまで強いんっていう。もう俺大好きだから全然いいんだけど、使う側ではでもめっちゃ多いの、試合してると。多分この後も絶対当たると思うんですけど、スケラ。そうです、スケラに対してねマジきついなと思ってマザネク持ってきました。はい、ただそれだけです。こいつはスケラのためだけです。あー、いい位置だな。それもまあさすがにキョスケの爆破で行ってくれそう。よろしく、元気もりもりの熱々来たな。熱々ん、よろしくなマジで挨拶変えとるやん。ああマジでこれはさすがに飛ばす。でゴレは意外と文句のノックバックでなんとかなる。あー、タレだけで終わるかなこれ。相手のさデッキがちょっとあんまりよくわからないな。いさあ溶かしながらここで壁になると、グッドゲーム言ってんぞ。なんだそのグッドゲーム、ちょっとおう今のグッドゲームの意味を俺に教えてくれよ。ちょっと待ってくれ、今さすがに諦めの方か。俺勝ちだよのグッドゲームじゃないですよね、さすがに。だからまあライドルとかいるとめんないんですけど、ああタル使っちゃった相手使ったのでいっか。さてグッドゲーム言いたいだけだなマジで。まあここは
ザッピーとモンクでノックバックしてゴレの爆破を入れたくない。いやでもライドラ強いね。まあでもなんか先にグッドゲームとか言ってきた相手には負けたくない。ちょっと攻めます。でモンクのカウンターでムートやります。鬼の許容。これ熱いぞ。さあ反射からのベビドラもムートも反射してる。いやでもいいトレンド。マジ気合で耐えてる。マジ気合で耐えるしかないもん。グッドゲーム多いってマジでマジで一生グッドゲーム見てる。よし本物のグッドゲーム教えてくれ。あぶねーマジでいや普通にマックスだったな。ただただいい試合だった。こんなグッドゲーム言うマジよう分からんわマジで。いやーまあでもなんか気合で耐えましたね。本当はねもっとこう文句のスキルを攻めで使いたかったんですけど、まあ、今のはなんかもう防衛で使わざるをね得ない感じでしたね。でもマジなんかこんなになんかひょろい感じのユニットしかいない感じがするんですけど、まあ、言うて守れるっていうね。ザッピーと文句で思ったより守れちゃうっていう。さあ来ました。マジであの本当に君を倒すためだけにこのおばちゃん連れてるからね。ガチでさあ遅延スケラス、ね、誰がどう見ても遅延スケラスで、キョスケの後ろにこのザッピー2っすね。まあ1でもいい、まあ、1か2つけると、まあ、2つけると特にこうポイズン使ってくれるっすね。はい、でマザネクは相手がスケラなんで隠していこうぜ。でスケバレは飛ばしていいんですけどキング起動だけは絶対ダメなんで、何も来なければこれさすがに近畿できないんで無視でもいいが、普通に何も来なかったら近畿かタルの2択なんでもう絶対クローンってください。タルババだったらまあまあまあ処理されたねぐらいで、クローンだったら事故るんでね、キング起動できなくて。さあ文句型、文句型フェニックス型、全然タルババック返すの下手だった。それがマザネク持ってるのは知らないのでスケラ打ってくる。さあちょっと痛いぞ。でもいやでもなんとかしてくれ、なんとかしてくれの。いやでも言うて守れてる。さあまあ無理はせずね。うん、いやーそれ許容ですか、はい、さあマジで相手のタルババ反射してしまえば俺の勝ちみたいなとこあるんだよ。さあザッピー2体つけて、あ左にこれも熱い。ここは攻め、
で、タルーをワンチャン跳ね返す。おいやー、何も使ってこないですね。今、文句カウンター状態いたんですけど。さすがにこの相手の防御うまいとしか言えない。まあ、マザネクなくても、なんとか耐えれている。サイドポイズン使った？これ、結構熱いカウンターじゃない？文句まで添えます。本気で。アイスイズも跳ね返したい。あー、ダメな呪文が回ってしまった。さあ、スケラに、最初に言ったと思うんですけど、スケラに勝つためにマズニク入れてます。はい、嘘じゃないです。スケラに勝ちたくてマズニク入れてます。一回ね、マザネクいるんだけど。この反射で稼ごう。もう豚で行くしかない。ラック一発も入ったら負ける。入んなくても負ける。おーい、スケラに勝つためにマザニクを入れてるんですけど、勝てませんでした。マジで意味わかんなくない？どういうこと？強すぎるって。フェニックスかわしてくれ。かわされます。はい、この動画が上がってる頃にはね、かわされますんで、マルチでスケラをね代わりにしばきたいと思います。いや、12勝するプランだったんですけどね。いや、マサネ君フェニックスの防衛がマジで硬いっすね。お、ザップマン、ん？え？ジャイプリだ。珍しい。めちゃんこ。しかも、フェニックスをあ？なんだこれ。ん？なんか、ディガースキャラみたいなやつかな。ババガーといるっすね。あ、ヤザップの。さあ、ディガースキャラっすね。なので、マザネクを隠して、いけば全然あります。ディガースキャラの、なんか特殊デッキの旅っすね。さあ、ヤンナーメは一応跳ね返せます。一応。全然普通に止まりました。まあ、ザッピーマジで優秀だな。うん、さあ、まあ、ヤナアメザップで一応マザネクが行かれるのと、ギャングも防衛でそこまで優秀じゃないので、そこだけちょっと怖いかな。まあ、フェニックスを持ってないんだなっていう。
天才かもしれない。さあマジでディガーを飛ばす位置が天才すぎて困るぞ。さあマザネクどこに出そうかな。まあでもキングラが一番安牌な気はする。さあマジのぶっぱしてるだけ。いやでもなんか一生攻めとく方がペース握れそうな気もしてるっすね。いや待って変な方行っちゃった、うん、さあダックプレがちょこんと入るのは仕方ない。なんかこのデッキを極めし者の立ち回りが。いやー呪文作ってるぞ。いけマジでいけ、のめっちゃラッカーすごい残ってた。まあさすがによ、さすがにちょっと相性が良かったんじゃないですかっていう。てかスキラーマジでフェニックスも文句も関係なしにいたね今。マジ対策なのかもしんないけど、矢の雨使いつつね。まあ今度からはもうウッドだけで処理できるんで、フェニックスの卵ね。そうそう考えるとちょっとだけ気楽ではあるね。まだまだ強いけどな。さあまさかのベンザーリーデルだ。ベンザー最近よくやってんな。 YouTube もやってんじゃん。さあディガポイかな。こんなに早めのディガワンチャンも迫撃とかもあるけど、うん、まあ、一応固まるか。ああ、迫撃の方かも。方かもというか、そうっす、方っす。さあ、タゲ取れなかったのちょっと痛いっすね。まあ、しゃーなしの。右もなんかミリ入ってるっすね。さあフェニックスはマスケバレで受けるか。さあそこにはウッドを節約してんな。なかったのか、セメント使ってた。さあグッドゲーム。いやベンザはいつも早いかな。開幕2秒ぐらいでグッドゲーム言ってる。文句だったら扱ってた。ゴブリン出したいやろ。うん、いやめちゃくちゃいい。おしまい攻めが決まる。さあクローンは使ったっけ俺。もしかしてクローン使ってないか。うん、今耐えるとこう
まあ、あと300ぐらいだったらね、マジ文句でなんとかなると思うんで、もういっか、一旦行って、あ、文句の反射が、鬱陶、本当はね返したかったんですけどね。あー、爆破が当たる。197、めっちゃ無駄なことしないでいる。今飛ばす、あったくさいっすけどね。さあ、ウッドケースリーも始めて、さあ文句で勝ってく。さあ、まあクローンですけども、周りが強いよと。でかくね、普通にペンザに勝ったわ。さらにスー、さあ来た、遅延スキルだこれ、マジでやり返すぞ。文句の反射覚悟しとけよ本当に。いや、死因受けは遅延スキラマンのイメージがめちゃんこあります。さあ、なんか後半入りたくないね。さあ、どうせ動くんで動いちゃう。お、これアイスイズなんでくれたんだ。さすがに反射して、あ、でも思ったほどなんかなんないんだね、ダメージスローすぎて。アイスイズ一応入れない。ちょ、マズネクのコストないんで、ギャングリー。あれ、相手なんか甘えたね。さあ、まあまあ、トルネをしたいはず。あー、からの着地アイスイズか。お、んー、通常攻撃強っマッスルすぎんか今の。さあ、めっちゃでかいダメージ入ってく。固まらない方がいい時もあるよね、今みたいなね。さあ、ここ一旦待っていいな。さあ、ザッピーから入って端前来たら止めて、まあ、最悪で止めなくてもいい。うん、問題はサイドをな。どうするか、右で行くのか。さあ、地道に削られていくっすね。でもこっから難しいのが、おー、ミスってる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 、熱い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 。そんな削りも嫌よの。シャレオツだな。ちょっと行っちゃいます。これ相手ちょっとむずいぞ。これ見てください、タルババ跳ね返す。何でバンバン。ああ、スケキンか。いやー、ずれてる、熱い。
あれ来店終わったんじゃないですか。うわーやっぱえでかい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 、グラツレのやつなんか強えやん。45シコシコアザス。さあというわけでこちらね、キョスキクローン私がね、はい、作ったデッキ、皆さんもよければ使ってみてください。まあフェニックスに対して強いですし、まあウッドでね卵も処理できるようになりますんで、ぜひねやってみてください。よければチャンネル高評価もねお願いしますよ。お疲れ様でした。またね。